はい、皆さんこんにちは、島田裕介です。借金もですね、時効があるって皆さんご存知でした？時効が成立すると借金は返さなくてよくなります。ただ時効が成立するための条件というのがあって、それを全て満たさないと成立しません。その条件とは、今日はですね、その辺についてお伝えをしたいと思いますので最後までご覧ください。ということで、今日のテーマなんですけども、借金にも時効がある、その条件とはというのでお送りをしていきたいと思いますが、まあ、時効って聞くと大体なんか刑事ドラマとかよくニュースとかでね、もうすぐ殺人犯が時効ですみたいな、もう今撤廃されちゃいましたけど、ありましたよね昔は。借金も同じように時効っていうのがあります。貸した側がいわゆるこの債権っていうんですね、お金を貸したのを債権っていうんですけど、まあ、一定期間取り立てしないとか放置してたとかいうことがあると、その時効期間が成立すれば、借りた人はその借金をもう返す必要はありませんよ、消滅しますよっていうのが、まあ、この時効というふうな考え方になります。成立するタイミング、ケースというのはどういう時なのかっていうのをちょっと見ていきたいなと思うんですけど、こちらです。ドン、例えばですね、まあ、時効までに債権者から債務者に対して借金の返済が行われてません、求められてないっていうパターンと、2つ目に、最終返済日から時効が成立するまでに1円も返していない、最後に時効まで借金に関する裁判が行われてませんっていうのがあります。まあいずれかの場合に当てはまるっていうのが大事になってくるんですけど、もちろん時効が成立した時点で借金は消滅します、で返済する必要はありませんよということで、ただ、一個注意点としては、時効期間が成立しました、じゃあ勝手に消滅するのかっていうと、そういうことではないんですよ。あくまで債務者の方から、要は借りてる人からお金借りた債権者に対して通知を出します。これを時効の援用というふうに呼ぶんですけど、ことは別に覚えなくていいです。時効の援用というふうに言います。時効の援用って別に口頭でもいいんですけど、後でだいたいここ揉めるじゃないですか。貸した側からすると、いやいやいやと、全然時効成立してないしっていうの言いたいわけですね。でも借りた側からすると、いやいやこれ時効成立したんでっていうのを、後からこう揉めた時、ちゃんと争いになった時に証拠として出せるように、時効援用通知書っていうのを、まあ、内容証明とかで債権者の方に送ったりしますので、まあ、それで初めて成立ということになります。じゃあですね、どのタイミングで時効が成立するかっていうと、返済期日または最後の返済から5年もしくは10年が経過している必要があります。これまでは消費者金融とかカードローンって、貸金業者が債権者だったら消滅時効、いわゆるこの時効って大体5年だったんですよ。それがあとは信金とか、まあ、銀行系とか奨学金とかですね、この辺の個人間の借金とかは10年ですねと定められてたんですね。なんとですね、今年の4月2020年の4月からちょっと変わりました。こちらです、こちらをご覧ください。ドン、借金の時効について知った時から5年で、時効の援用を行う権利を行使できる時から10年というふうにちょっと変わったんです。なので、まあ、この辺ちょっと押さえておかないといけないです。まあ、基本的には5年か10年でできますよと。で、要はどこから借りたかによって変わってきますっていうのが、ちょっと一つ目のポイントになってくるんで、まあ、この辺は判断できないときは弁護士とか司法書士にちょっと相談をしてみてください。で、これ大事なところなんですけど、借金のですね、時効がこう成立するための条件として注意しないといけないのが、時効がですね、リセットされるケースがあるんです。これを時効の中断っていうふうに言うんですけど、時効の中断がないっていうのがすごい重要な条件になります。で、時効の中断って何かっていうと、例えば時効期間の途中で借金の存在認めましたと、要は本当は5年経過してるのに、いや途中であなた認めたじゃないですかと、だから返すつもりですよねみたいな、これが時効の中断です。で、もしくはその債権者が債務者に対して、まあ、返還請求手続きを行ったとか、要は裁判したとかですね、差し押さえした、仮処分したとか、まあ、いろいろ条件があるんですけど、ある一定の条件を満たすと時効の中断って言って時効が成立しなくなっちゃうんです。これを、してないようにしないといけないですね。で、よく昔あったのは、まあ、漫画の世界とかでもよくあるんですけど、例えば取り立てに行くじゃないですか、家に行って、で、いやもう払えませんっていうやり取りをした後に、まあ、ここまで来たんだから交通費だけでも払ってよとか、せめて利息分の100円とか200円でもいいから払ってよっていうと、あれを払うじゃないですか、債務者の人が。あれも一応払ったうちに入るんで、返済意思ありますよねということは、最終的に払った時から5年10年なんで、あれも時効の中断の一つになっちゃいます。なので基本的にもう払わない、払えないから、払わなくなった時からっていうふうに考えないといけないので、もちろん途中でそういうのを払ってしまうと時効は成立しませんよっていうのがちょっと注意点になります。で、じゃあ時効ってどんなメリットとデメリットがあるかというと、まあ、ちょっと一個ずつ見ていきたいんですけど、まあ、メリットに関してはもういいですね。時効のメリットはやっぱりここです。もう返済をしなくていいっていうのが最大のメリットになります。なので、まあ、返済義務がなくなるし、貸金業者とか、債権者からの督促からも
なくなるので、ラッキーといえばラッキーですね。もちろんその時効に見て条件を満たしてればラッキーかなというのが最大のメリットです。しかもですね、よくこのチャンネルでも時々出てきますけど、ブラックリスト、信用情報機関の登録もですね、うまくいけば訂正されますので、すごくラッキーな手続きになります。逆にデメリットで言うと、時効が成立した、やったと思って内容証明とか来るじゃないですか。そうすると、いやいやいや、あの時あなた1回振り込んでますよとか、時効成立してませんよっていう風になると、借金消えないじゃんってなるわけですよね。なのでここがやっぱり僕らもすごい手続きの中で気を使うところで、実は借金やっぱ残ってたんですねみたいな、これちょっと時効成立してませんっていうとか、やっぱその辺の争いっていうのは時々あるんですよ。でもし仮に時効が成立してませんでしたっていうと、本当やぶ蛇みたいに債権者を思い出して、じゃあ今から払ってくださいみたいになっちゃうので、多額の借金がいきなり請求されたりとかいう風になったりします。もしそういう風になった時は、別の回でもお話をしたように任意整理とか、ちょっとリンク貼っときますね、任意整理とか、まあ、自己破産とかっていういわゆる債務整理の方法を使って、返済をしていくっていうことになりますので、まあ、そういうのでやったりはします。なのでちょっとそこら辺がデメリットかなというふうに思います。ということで今日のまとめです。こちらです。トントン、借金にはですね、時効がありますよと、消滅時効っていうのがあって、まあ、5年から10年時効期間過ぎれば、時効の援用手続きで、まあ、借金が返せなくてよくなりますっていうので、もし皆さんが借りてる側、貸してる側かもしれないですけど、借りてる側の人だったら、期間がそれだけ経ってれば時効になるかもしれませんので、もし自分が今借金悩んでて、しばらく返してないっていう人は、まあ、弁護士とか司法書士さんに相談をして、時効が使えるかもしれないっていうので、ちょっとやってみるといいかもしれません。はい、でですね、Twitter でも情報発信してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。また YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。